UEFA ランキングは UEFA に所属するナショナルチームとクラブチームのそれぞれについて公式戦での成績をもとに算出されるランキングである。日本では UEFA 係数や UEFA ランキング係数、UEFA 係数ランキングと呼ばれることもある。UEFA ランキングには以下の3種類がある。ナショナルチームランキングはナショナルチームのランキングであり、 以下の大会で使用される。算出時点での直近3回のユーロと FIFA フフワールドカップの予選と直近2回のユーロとワールドカップ本大会における試合の結果をポイント化して算出する。なお、親善試合の結果については一切考慮しない。算出方法は以下の通り。試合を行った場合は勝敗に関わらず1万ポイントを獲得。 試合に勝利した場合は3万ポイントを、試合に引き分けた場合は1万ポイントを加算。延長戦となった場合も同様とする。1得点ごとに501ポイントを加算し、1失点ごとに500ポイントを減算。PK 戦によって試合が決着した場合は、引き分けとして扱うが、PK 戦に勝利したチームには、別途1万ポイントを加算。試合が予選プレイオフやユーロ、 または、ワールドカップの本大会だった場合は、勝敗に関わらずベッドボーナスポイントを、加算予選と、その本大会を1セットにして、獲得ポイントを合計して、予選と本大会での試合数で割り、1セットにした予選と本大会の獲得ポイントの平均値を算出する。直近のユーロ予選と、本大会及びワールドカップ予選を及び本大会での、 獲得したポイント平均値を2倍する。すべての平均値を合計して5で割ったものが最終的なポイントとなる。予選終了後に新たに UEFA に加盟したチームや開催国であるため予選を免除されたチームについては個別に措置を行う。2017年11月に発表された最新のランキングは以下の通り。カントリーランキングは各国から UEFA チャンピオンズリーグ、UEFA ヨーロッパリーグなどに参加できるクラブ数を決めるのに使われる。UEFA チャンピオンズリーグのグループステージに関する UEFA 加盟国のマップグループステージに到達したチームを有する UEFA 加盟国グループステージに到達したチームを有さない UEFA 加盟国 UEFA 非加盟国 UEFA ヨーロッパリーグの グループステージに関する UEFA 加盟国のマップグループステージに到達したチームを有する UEFA 加盟国グループステージに到達したチームを有さない UEFA 加盟国 UEFA 非加盟国カントリーランキングに使用されるポイントの付与方法は以下の通り二大会に参加した各協会のクラブが一シーズンに獲得したポイントを合計しクラブ数で割ったものが 当該協会の1シーズンのランキングポイントになる。少数点以下第3位まで計算し、過去のシーズンのポイントの合計でランキングを決定する。下記ランキングは2019から2020、シーズン終了時点での力関係を示したランキング。一理ヒテンシュタインには、国内リーグが存在せず、国内クラブは、隣国スイスのスーパーリーグに所属する。 カップ戦しか開催されていないためルへの出場権のみとなる。クラブランキングは UEFA 主催の大会の組み合わせ抽選におけるポットを決めるために使用される。前述の方法で算出したポイントに各クラブが所属するリーグの同シーズンのカントリーランキングのポイントの20%を足したものが当該クラブの1シーズンのランキングポイントになる。 カントリーランキング同様小数点以下第3位まで計算し、過去のシーズンのポイントの合計でランキングを決定する。2020年3月12日現在の上位25、クラブ今年の UEFA チャンピオンズリーグもしくは UEFA ヨーロッパリーグに残っている。チーム今年の UEFA チャンピオンズリーグもしくは UEFA ヨーロッパリーグに残っている。 国のチーム今年の UEFA チャンピオンズリーグ、もしくは UEFA ヨーロッパリーグに残っていないチーム1。その年のヨーロッパの大会に不参加。ナショナルチームコイフィションツオーバービュー。UEFA.com。ユニオン・オブ・ヨーロピアン・フットボール・アス・シシャンズ。2018年6月30日。閲覧。UEFA 後、イヤークラブランキング2020。カッシエサ。 ホーム XS4 オール NL2020 年3月19日閲覧。ありがとうございます。